ブル -109 はロッキードミサイルスペース社が開発した航空機搭載爆弾、地中貫通爆弾としての特性を備えており、アメリカ空軍ではブル -109B、アメリカ海軍ではブル -109AB として正式化されている。なお、ブルとはボムライブユニットの当時語である。1984年、アメリカ空軍は カブボイド計画に着手した。この計画は、少なくとも6フィートのコンクリートを貫通できる、高目標攻撃用爆弾の開発を目的としており、翌1985年には LMSC 社に対して発注がなされた。これによって開発されたのが、ブルマイナ -109 である。ブルマイナ -109 は、多くの点で、標準的なマーク、84-2000ポンド、 低抵抗通上爆弾と互換性を備えるように設計されており、荷重ラグの間隔も同じく7 6 2ト、mm、ルとされている。ただし、貫通力を重視しているため、頭部の設計が変更されたほか、LDGP 爆弾の弾体中央部が流線型であるのに対して、ブル -109 では円筒型となっている。また、弾体構造もより頑丈になっており、弾柄は、 ニッケルクロムモリブ電構成、厚さは約2 5ト、mm、ルで、これはマーク84のほぼ倍に相当する。しかし、このために、作薬量は PBXN-109 内視トリトナール2 4 0ラムと、ほぼ半減している。FMU-143 新間は後部に装着され、断着時ではなく、目標内部へ貫徹した後に爆発するよう、 通常は弾着の60ミリ秒後に作薬を起爆させるよう設定されている。また、後には再プログラム可能な JPF や知能化された HTSF も適用されたほか、イギリス軍では MFB 回、フランス軍では F80 が使用される。貫通力は鉄筋コンクリート換算で約1.8から2.4メートルとされている。 マーク84と同様、それ単体で無誘導爆弾として投下することもできるが、レーザー誘導のペーブー w a キットや GPS 誘導の JDAM キットを装着することで誘導爆弾としても用いることができる。各キット装着後の誘導爆弾としての名称は、下記の通りとなる。ペーブー w a 3誘導爆弾として投下されるブル -109。ありがとうございます。